バスクンチャク湖は、ロシア連邦アストラハン州、アフトゥビンスキー地区にある縁湖である。ボグドバスクンチャク自然保護区の一部である。地元に住む、カルムイク人にとって神聖な土地である。ヨーロッパにおける数少ない山蒸気の保存状態の良い化石を産する土地である。周囲の泥には、視界の泥のような薬光があるとされている。8世紀以降、潮が採掘されシルクロードで、 取引された。1960年から1963年にかけて環状サーキットが設置され、ソビエト連邦における自動車の速度記録者ピオネールに M などの連邦最高速度記録が達成された。しかし、塩の採掘量増加と水、地質学的理由により速度記録を得られる条件を満たせなくなり、アメリカ合衆国ユタ州にある ボンネビル・エンルイ・のような最速記録を得るのに適したサーキットが失われた。20世紀において湖から取れる純粋な塩はロシア国内総塩生産の80%を占めている。需要に応じて年間150万から500万トンの塩が採掘されている。1884年に塩を運ぶための鉄道が開業した。ありがとうございます。